フェルミガンマ線宇宙望遠鏡による2年間にわたる観測結果に基づくガンマ線源カタログ。前天図に10億電子ボルトを超えるエネルギーの線源をプロットしたもの。明るめの色のものがガンマ線源を示す。高エネルギー電子ガンマ線観測装置とは、高エネルギーの電子ガンマ線陽光、陽子原子核を高精度に観測するための宇宙望遠鏡である。 これらの粒子の筆跡を追い、その向き、電化、エネルギーを測定することにより、ダークマターや金棒の高エネルギー粒子宣言の性質を明らかにすることが期待されている。この計画は日本の宇宙航空研究開発機構の資金提供と日本、イタリア、アメリカの研究者により進められた。キャロットは JAXA の宇宙ステーション補給機構のトりコ号機により2015年8月19日に打ち上げられ国際宇宙ステーションの希望実験棟の船外実験プラットフォームに設置されたダークマターの大規模分布を表す3次元マップハップル宇宙望遠鏡による弱い重力レンズ効果の観測に基づく高エネルギーのガンマ線や 電子や陽子や原子核による高エネルギーの粒子線を高精度に観測することはキャロットが開発される以前の観測機器では困難であった。キャロットはダークマターの証拠の探索および高エネルギー宇宙船の直接測定による太陽系近傍の粒子線源の観測を目的とした天体物理学研究計画である。この計画は 宇宙航空研究開発機構の資金提供のもと、日本、イタリア、アメリカの研究チームにより進められた。宇宙船の加速メカニズムと天の川銀河内における電波の様子を明らかにし、宇宙船源を特定しかつその元素構成を解明することを目的とする。さらには、ダークマターの性質の解明も目指す。宇宙には地球上の粒子加速器では到底到達。 不可能なほどの高エネルギー粒子宣言が存在する。このような粒子宣言の性質を理解することは、宇宙旅行の観点からも重要であるし、地球上における応用もあり得る。キャロットの研究代表は、早稲田大学の鳥居正二副代表はアメリカのジョン・ウェイファルとイタリアのピアエス・マリカシーである。光学望遠鏡とは異なり、キャロットは、スキャニングモードで運用される。 望遠鏡の視野内で宇宙船イベントが発生すると検出機が起動されてテラ電子ボルト程度の高エネルギー領域で計測が行われる。計測データは ISS に記録され、ルイジアナ州立大学にある地上局に伝送されて解析される。また、キャロットと同様に ISS に搭載されているアルファ時期分光機による非電子及び 汎用紙の観測データと組み合わせることにより通常物質とダークマターが相互作用する気象イベントの証拠を得てダークマターを直接検出することも目指している2年から5年ほどの観測期間を見込んでいるキャロットのサブペイロードには地球表面を観測するセルックが搭載されており森林火災を検出する研究計画の目的は 次の事柄を理解することである。キャロットの宇宙船観測機としての目的は、宇宙空間における高エネルギー現象とダークマターを二つの観点から説明することである。一つの観点は素粒子物理学的な粒子の生成、消滅の観点であり、もう一つは宇宙空間物理学的な粒子加速と電波の観点である。ありがとうございます。